モンダタモンの捕まってる時間が随分長くなってまいりました。馬場さん、この辺りからいくつ返していけるかというところでしょうね。そうですね、ですけどもね、ホンダのそのやられてから出てくる技がこれしかないんですね、はい、これで、さああそこに座ってどうするんでしょう、それがね、さあどうするんでしょう。ホンダヘッドパットです。続きと申し上げた方がいいでしょう。そうそう、こうやってね、やっぱり攻めていかなきゃいけない、前へ前へであります。さあ顔面を蹴っていきます。川田が自ら走って、さあラリアットをぶち込むのか。もう叫びながらのラリアット、すでに汗がミスとなってこのリング上飛び散りました。さあかつてこの川田も三沢小橋同様超スタイル同門でありましたが、世界を目指す、さらに上を目指すということで卒業、そして一時田植えと組んだ世界タッグで頂点を極めましたが、しばらくそのベルト落ちてくるままおりましたが、1年9ヶ月ぶりにその王座を6月5日脱出いたしました。さあ高々と抱え上げたブレインバスターです。どうでしょう馬場さん、今の小橋健太のブレインバスターの滞空時間から見てももう左の太ももそれほど心配ないと見ていいでしょうね。そうですね、太ももは心配ないと思いますね、はい、さあそして最大にして永遠のライバル三沢、そして小橋、いや川田俊明であります。ロープにホイップした川田ラリアットであります。霧もみ式のランディング、三沢が抑える。カウントは一つです。さあ川田俊明、世界タッグチャンピオン、そして三沢光晴、三冠チャンピオン。さあ長州大軍が合体するんでしょうか。そしてこの朝子悟、おっとっと怪盗ランマだ、バッタバッタと切っていくエルボーエルボー、そして最後は足だ。1対3、一騎当選、川田俊明。さあ朝子悟がこの世界タッグチャンピオンにどのように牙を向いていくか、牙城を崩すことができるかどうか。ブレインバスターか、カンパス中央。この朝子悟、7月8日鹿児島大会におきまして世界ジュニアヘビー級選手権試合初チャレンジを組まれております。ブレインバスターです。現チャンピオンのダニー・クロハット相手にいかなる攻めを見せるんでありましょうか。どうでしょう馬場さん、この朝子悟あるいはロブ・バンダムあたりが加わることによってジュニア戦線も非常にこの層が厚くなってきましたね。そうですね、でもねやっぱり一つ総合点をつけますとね、はい、ちょっと小川が一つリードしてるんじゃないかと思うんですがね。ほうほう、なるほど。その小川も菊池とのタッグによってこのシリーズアジアタック選手権試合が予定されております。このシリーズ三冠、世界タッグ、アジアジュニアと四大タイトルマッチが組まれているんです。それ以外に三冠ヘビー級王座次期挑戦者決定リーグ戦もあります。ショルダータックル、小橋健太カバーした、ツーカウントです。さあ先ほどは本田多門捕まっておりましたが、今度はおやおやどうしたんでしょう。川田俊明が捕まり始めました。さあ前世界タッグチャンピオンが現チャンピオンにドロップキックです。さあ小橋に指示を出しました。腕をぶん回している辰吉良一を抱いてからラリアットだ。さあそして起こせと言っている、のぶとい声で三沢が吠えている吠えている。さあホイップした、ホイップしているもーカバーした、ツーカウントです。試合時間15分を経過いたしました。サマーアクションシリーズの開幕戦です。後楽園ホールメインイベント60分の一本勝負はここまでのところを長州大君ペースと申し上げていいでありましょう。合体します、合体したブレインバスター、キャンバスが大きく揺れました、またしなりました、カバーする、ツーカウントです。小橋としてはこのシリーズ三冠次期挑戦者決定リーグ戦に全勢力を注ぐということになりましょうか。
さあ打った小橋も、そして打たれた川田も吠えている。2倍3倍返した、そして4倍5倍返した。お互いにお互いに相乗効果をもたらして、ご覧ください、この両雄の表情。小橋が走った、顔面をチップスのキック、そしてドロップキック、打点の高いキックだ。さあ場外転落、場外転落、あーそこでエタレヤオートフレームイン、田上明だ。掴んだ掴んだ、掴みは OK。 そしてエルボー返しますが完全ではない、ラリアット、よろけるようにダウン、よろけるようにダウン。さあそしてまたぐらに挟んだぞ、パワーボムだ、パワーボムを放ちました。さあ場外に蹴り出された小橋ですが、逆に試合の主導権を掴みました。円錐切り、さあ試合が動いてまいりました。大きな後ろがこのシックスメンタックマッチ訪れてまいりました。体勢を入れ替えた、張った張った、蹴った、張ったり蹴ったり、さあ張ったり、上も下も攻めていく、蹴っていく蹴っていく。さあそして場外では小橋蹴った、そして田上明でありますが、さあ川田が蹴っていく、ブロックした、ブロックした、おー怖いぞ、今日の三沢怖い、エルボー回転のエルボー、本田にもエルボー、向かうところ敵なしか、三沢三つある。さあ小橋をリングの中に招きます、浅子悟がその体をリングの中に入れました。さあ川田がタッチをする、本田にタッチを行いました。さあこの口を正規軍本田とも、ラリアットです、むしゃぶるいだ、筋肉ブルブルしたぞ、ヘッドパッドです、ヘッドパッドです。非常に原始的はありますが、一生懸命ぶつかっていく、いや続きと申し上げていい、ツーカウントツーカウント。さあ筋肉ブルブルがありました。そして何するものぞ、かつてのアスナの選手が現アスナの選手に相手。さあそしてこれをニュートラルコーナーに持っていく、さあ何を出すか、小橋健太、奥歯を噛みしめて本田が打っていく、鈴木だ、頼るべきものは本田多門31歳、やはり鈴木か、現段階、ああかきむしった、かきむしった、かきむしってヘッドバット、ヘッドバット、原始的になってまいりました、魂が伝わってまいります。そして田植え明菜、田植え明菜、頸動脈チョップから強引な喉を落とし、ご覧くださいこの田植えの表情、これまでの恥や世代は一切ございません。自ら走ったジャンピングハイキック、まああの 6.9 の世界作戦、後で分かったことなんですが、実はあの時田植え明菜は左の脇腹を痛めていた、それをマスコミに公表することなく勝利をものに収めました。そのあたり、男は黙って田植え明菜、男は黙って喉あたり、しかしカウンターキッチンシック、田植え明菜が美しい男です。さあ掴んだ掴んだ掴んだ、三沢が来たぞ、三沢が走って足を振り上げた、フェイントかまして、しかし足で捉えられました。ブレインバスターの体勢だ、バックに回った、しかしこれは DDT か、ノーザンライトスープレックス、2カウントです。気を見てみんなに一瞬の隙を自分のペースに持ち込みます。三沢三沢ラリアット、しかし前転した、スクッと起き上がった、抱え上げられたぞ、ブロックバスターか、バックに回った、ジャーマンか、エルボーだエルボーだ、かわした、持ってきた DDT、 ああすればこうする、一を放てば二を返す、極限状態でのまさに最上級の攻防です。顔面を蹴ってった、吸い付くようなキックだ。20分経過、あっという間の20分だ。開幕戦60分の一本勝負、エルボーです、エルボーです、追い詰めてった、しかし川田が逆に振ったぞ、カウンターハイキック、吠えていく吠えていく、魂の震えが叫びに、そして心の震えが技につながります。シックスメンタックマッチ、タイガードライバーか、小橋がリングの中に入ろうとしてるぞ、
落とした。そして小橋が入ります。その小橋がキャットインしようとした。サムエを抑えたパワーボムです。そう、世界作戦は川田のパワーボムで三沢が沈んだんですが、これは2カウントです。さあ、あの日本武道館での世界作戦がよみがえらんばかりのハイクオリティのシックスメンタックマッチになってまいりました。張った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 。ジュニア選手権試合に向けて、初挑戦に向けて飛ばしている箱でありますが、しかし力に物を言わせた。馬場さん、今の本田の力技どうでしょう。いいですね、いいですけども、やっぱこれ朝子はね、朝子のやっぱり体重の少なさがこうなってしまうんですよね。そうですね。タモンがね、はい、本田がやっぱりこれを三沢や小橋にやれるようになったらいいと思う、いいんですよね。さあ、本田が登った。ダイビングヘッドバット、グーカウントです。グーイングは強いレスラーへの証であります。さあ、本田タモンが三沢に捕まった。よろけるようにニュートラルコーナー、それを起こしてトップコーナー、トップロープに添えました。さあ、あそこに逆襲を命じます。さあ、あそこがなだれ式で何を持ち込むか。なだれ式のかばした。2カウントです。なだれ式のヘッドシザースを見せましたが、しかしこれは惜しくも2カウント。さあ、小橋が心の中で密かに握っているんでありましょうか。ヘッドバットだ。ラリアット、ゴツリという鈍い音。さあ、メラメラと燃ゆる夏、全日本の夏、日本の夏。おっと、放送の時前、三沢は転落してまいりません。さあ、川田の海沿いを得て、ジャーマンスープレックスは2カウント。二度と来ない1995年サマーアクションシリーズ、この一瞬に、二度と来ない一瞬に全てをかけます。さあ、先ほどはナルネシのフランケンシュタイナーでこの本田を投げましたが、この朝子が一周されておりますが、さあ、そして小橋健太がトップロープ、今度はどんな流れだ。ナルネシのブレインバスターかました。2カウントです。お客さんの心拍数も急激に上がってまいりました。さあ、またぐらい挟んだ。パワーボムが沈むか。川田がカットに入ります。さあ、目まぐるしい攻防だ。その後ろから川田が入ります。1対2だ。ブックエンドの超スタイルのエルボーで一周。さあ、その間に朝子が田上を抑えます。さあ、このシックスメンタックマッチも川田と諏訪子の三沢からボールを奪いたいのか。タイガー投げ捨てのタイガースープレックス、ラリアットダッキング、バックバッタージャーマンスープレックス、ジャーマンスープレックス、投げ捨てた。今立っているのは小橋だけ。ドラゴンスープレックスホールド。最後は小橋健太、本田タモンからドラゴンスープレックスホールド、スリーカウントを奪いました。トースタイム2回から上がっております。世界タッグチャンピオンチームクラスカー開幕戦敗れました。山田さん、いかがでしたか。そうですね、今日の試合を見てる限り、三沢が元気なんでですね、盛り上がりましたね。そして、はい、いつもあの出だしはあんまり調子よくないんですけども、今日の三沢は調子が良かったですね。やはりそのあたり、開幕戦期するものがあるんでしょう。勝負タイムがラスト24分でありました。さあ、そして馬場さん、この川田さんで世界タッグ新チャンピオンになっただけに、これからこのシリーズ他の選手からの風当たり強くなってくるんですよね。そうですね、守っていくことが一番きついですからね。はい、ということで、超世代軍としては対策のいい白星発進。そしてこちらは新世界タッグチャンピオン川田俊明、そして最終戦では三沢に三冠戦チャレンジいたします川田俊明でありますが、暗雲垂れ込める開幕戦でありました。